こんにちは、にじこです。今日は、私のオンラインサロンのオフ会で、7人の方とちょっと素敵な場所でお食事してきました。36階見晴らしのいいところでね。はい、またにじこルームの方にね、サブチャンネルの方にあげたいと思ってるので、よかったらそちらもご覧ください。まだあげてませんけどね、準備だけしてるんですけどね。はい、でね、今日はね、たまたまちょっとツイッターでエスプレッソさんのね、素敵なお話をお見かけしたんですよ。それをちょっとご紹介させていただこうと思いました。エスプレッソさんって以前ニューヨークの桜子さんのライブ配信でご一緒した方なんですよ。私も呼んでいただいて、あとズシさんとか、かずみさんとか、ズシさん、かずみさん、エスプレッソさん、私、桜子さん、あれ、あと誰いたっけ、ああ、ブブダンさん、うん、そうそう、その時にね、ご一緒した方なんですけど、有名な方なんでご存知だと思いますけど、もう東南アジアにねお住まいでね、もう海外の方のね情報はエスプレッソさんがいろいろねツイートしてくださってますけれども、今回ね、ハッシュタグが海外風活日記ってなっていて、そのね第11話でね、スタジアムライブ直前の頃のお話なんですが、読んでいただけたら嬉しいですということで、今東南アジア在住ですが、風さんのファンになって初めて海外で、それも日本と関係ないお店で藤井風さんの曲が流れているのに遭遇しました。その時のお店の方とのやり取りがこちらということでね、これ動画も上がってるんですよ。よかったらそちらの動画見てみてください。死ぬのがいいわっていうのがね聞こえるんですよ、小さくね、うん、でね、その内容はですね、ざっとねちょっとお話しすると、 BGM が聞こえてきて、あれと思ってね、この BGM 何かけてるのって聞いたら、 Spotify だけどって言われて、でなんで聞いたかっていうと、私の好きなミュージシャンの曲がかかってたからって。ああ、日本のミュージシャンの人ね、私も聞くわって。どうやって彼を見つけたのって聞いたら、 TikTok でずっとかかってるもん、すごい人気よって。で、嬉しいな、この曲のどこが好きって聞いたら、サビのループのとこがね好きだって、聞いててとっても気持ちいいっていう風な会話があったということなんですよ。ねえ、嬉しいですよね。いや、もうで今日もね話題に出たんですけども、 Spotify でいろんなアーティストがね結構海外で聞かれて、海外じゃない、Spotify でその再生数がすごい人たちがいるわけなんですけども、その中でも皆さんほとんど日本の方が聞いてるんですね。うん、なんだけど風さんだけ半分以上っていうか7、8割海外の人が聞いてるんですって。アメリカとかインドとか他のもうたくさんの国が、それがもうね世界で受け入れられているというもう証ですよね。うん、すごいねっていう話を今日もしてたんですけども、はい。そしてさらにエスプレッソさんがね、海外在住の方のほらチケット販売があったじゃないですか、パナスタで、うん、海外在住枠のチケット販売と海外ファンのリアクションについてっていうことで書いてくれたものがあってね、うん、それをちょっとねまたご紹介させていただいたきたいと思いましたので、ノートっていうブログのようなものにね書かれてるんですけど、よかったらとか、ぜひねエスプレッソさんのところに飛んでねツイッター見てみてください。業界でも稀、藤井風さんの国内ライブチケットを海外ファンへ販売っていうねお話なんですけども、稀なんですね業界でもね。私もびっくりしましたもん、海外の人にチケット売る、海外から来るのわざわざライブのためにって思ったんですけど、来るんですよね。だって逆なら私も行くもん。そう。それでね、またまたすごい書き
画期的なことを富士風オフィスがね実現したと。日本国内のコンサートチケットを海外在住ファン限定で販売する枠を設けるというね。それでもうこのことにね心底びっくりされたって。もう、海外在住者限定でね、しかもね、で、あのエスプレッソさんもね、風さんの音楽に出会った時はもうコロナの真っ最中で、国境を越える人の移動が制限されてたりで、もうライブに申し込むこともできなかったって。武道館もヘルプエヴァホールツアーもアリーナツアーもね、全部海の向こうから見てるだけだったって。もうなんかここ読んで私切なくなっちゃってね。でね、なぜ海外在住ファンにチケットを急遽販売したのか、それは分かりません。それは藤井風さんと事務所にしか分からないこと。ただ YouTube 時代からね、当然のように国内外を問わず活動していけるミュージシャンになりたいという思いがあったって、そう言ってましたよね、風さん。確かにね、そんな風に風さんを支えてきた風オフィスをね見てきた一ファンとしては、今回の動きは自然な動きに見えると。で、トラさんという方がねツイッターで教えてくださったということで書いてあるんですけども、実は2020年6月に予定されていた南南ショー2020の時からインバウンドのチケット販売を実施されていたそうですということなんですよね。これは中止になっちゃったんですけれども、私も本当なら当たっていけるはずだったっていうね、もうこの時からもう海外のお客さんを呼ぶつもりだったっていう、もうだからそれがもう読めてたんでしょうね。もうファンがいるってことが分かってたから、すごいよね。でそんな風さんなんだけども、申し込みがね、できるようになったっていうものの、やっぱりこう行きたくても行けない人もいてですね。でその海外ファンの悲しみの声っていうのもねちょっと載せてくれてるんですよ。でね、行きたいのにどうしても行けなくて残念って。日本のビザが緩和されても本国のコロナの規制が厳しすぎて絶対に出国できない、出張さえも許されないのに観光で出国は絶対に無理とかね、世界的な原油高でフライトチケットの値段が高くなりすぎて手が出ない、海外枠で行けるファンが羨ましい、一体いつになったら風さんのコンサートを体験できるんだろうってね。これ中国の方ですね。もし中国でコンサートを開いてくれるならどの都市にでも行く、北京、上海、広州、大都市だったら日本人もたくさんいるし無理かな、海外配信もしてくれないかなって、涙の絵文字やスタンプの嵐だって。ね、ジャカルタでは J-POP のコンサートがほとんどないの、 K-POP がメインだから、もし風さんがジャカルタツアーに来てくれたらこんなに素敵なことはないわとかね。あとビザの問題でちょっと難しかったり、いろいろね、そういう嘆きの声があったって。海外配信してくれたら有料でも参加したいって。もうこのね、これを読んでいたら、もう切なすぎるなと思ってね。一生懸命働いていつか風さんのコンサートに参加できるようにお金を貯めますとかね。切ないですよ本当にね。それで思ったんですよね。私はなんやかんや言って当たるの外れるのなとか言ってるけど、そもそももうすぐに行けちゃう、何の問題もなく行ける自分次第でね。ちょっと距離あったって一泊とかすれば行けちゃうし、日帰りできるとこだっていくらでもあるし、なんてありがたいことなんだろうってしみじみ思っちゃって、本当にね、また改めてこう我が身のこの置かれてる立場のありがたさというものをね感じて、もう感謝の念でいっぱいになりましたね。そしてこのね、悲しんでる海外ファンの人たちが本当に早く
あ、カデさんのライブに行けるってね、心から喜んで笑顔になってくれることをね、本当に願いますね。だからそう思ったら、本当にあの海外ツアーね、もうこっちに来るっていうことがね、なかなか難しい人たちもいるから、やっぱり風さんがね、出向くっていうのはね、出向くっていうのもおかしいか、風さんが海外でライブをやるっていうのは、もう本当にね、どれだけ喜ぶ人がいるだろうと思ってね、もうそんなことがもしまた発表されたら、私はもう心から拍手を送りたいですね。なんかあのちょっとでも、日本出ちゃうなんて寂しいとか思った自分を、もう本当にお前いい加減にしろよと言いたいです、自分に。もうね、いや本当にね、なんかたくさんの人に、一人でも多くの人にね、ズッズさんも一人でも多くの人に来てほしいってね、ライブに書かれてましたけど、本当に本当にそんな思いですね。だって私がこんなにこんなにこんなに風さんのライブに行きたい、風さんに会いたいって思う思いは、これもうファンみんな同じですからね。だから私が自分の立場としてね、その海外ファンの人の立場になってみたらって思ったら、もうこんな切ないことないなと思ってね、本当になんか胸がチクチク痛みましたよね。早くね、わーい、あの風さんに会えるってね、喜べる日が来るといいなって本当に思いました。うん、でエスプレッソさん、素敵なシェアをありがとうございました。はい、でそう、ちょっとねこんなのいただきました。これも嬉しいニュースですね。ひろえさん、にじこさん、こんにちは。いつも笑いあり涙ありの温かな配信ありがとうございます。我が家の中一くんの学校の体育でダンスの授業が始まったのですが、課題曲がグレイスだそうです。振り付けは先生がされるということなので、タケノコダンスではないらしいのですが、あら残念。学年のみんながグレイスで踊っているのを想像するともうワクワクです。幸運なことにパナスタも今度のアリーナツアーも中一くんとお席ご用意していただきました。感謝いっぱいです。中一くんにとってもグレイスがまた特別な曲になると思いますってね。え、素晴らしい。体育祭でグレイスが流れる、それをみんなで踊る、最高ですね。いやもうね、願わくばタケノコダンス入れてほしい。もうこれ絶対上がるでしょ、みんなね。先生の振り付けでいいから、最後はタケノコダンスにしてくれないかしらって私が言うのもおかしいけど。ねえ、先生はあの MV ご覧になってないのかな。ねえ、 MV 見たら絶対あのタケノコ踊りたくなると思うんだけどね。え、いやでもいいですね、なんか体育祭でグレース、あーもうそういう使われ方するんですね。いいですね。なんか本当にあの葬儀場でとかね、あの病院でとか、いろんなところでね、あのグレースが広がってるようで、それもいいですね、素晴らしいですね。本当に今日もそんな話したんですけど、もうグレースかかってたらもう下手な麻酔よりいいかもよみたいな、まあ、そんなことないけど、まあ、でも本当に心穏やかに、ね、なるっていうお声もあるみたいだし、本当にそうだと思います。うんね、はい、ありがとうございます。たくさんコメントもらったんですけど、ちょっと今ね、あの一旦ちょっとあの保留って言ったら申し訳ないんですけど、もうあのちょっとあの話題が話題なんで、また改めていつかご紹介させていただけたらと思います。はい、で、お誕生日の方、はい、11月28日ですということなんですけど、この間ね、この間ってか昨日ね、例外的にってちょっと12月だけど11月の方お祝いしちゃったんでと思われたと思うんですけど、お祝いさせていただきますよ。で基本的にはその月の方ということでお願いします。なので今は12月なので12月の方だけお願いします。はい、みちさん、11月28日私の誕生日でした。風くんに出会って以来すっかり自分の波動が変わったのを感じる今日この頃、やっとというかついに私は歌いたいということを認めました。ギターを弾くまではやってましたが、なんせ歌が下手なので、その気持ちはずっと見て見ぬふりをしてたけど、もう高3です。私の中でくすぶる熱い光を解放したいと思います。
いつぞやの質問コーナーで歌いきたいけど下手、どうすればいい？というような質問に風くんが Let your God sing と答えてましたよね。私の中の神に歌わせる。できないわけない、わけないと思えてきました。上手い下手ではなくて、勝ちや負けもなくて、ただ私を表現する喜びに身を委ねたいと思います。いや、本当にそう、あの答えね。If じゃない、Let your God sing。そう、私の中の神に歌わせる。あなたの神がね、歌うということですね。神、つまり、ハイアーセルフ。本当の自分にお任せすればいいって、風さんはいつもそうなんでしょうね。うん、あのお父様のお前がやっとんじゃない、やらせてもろうとるんじゃっていうね、その感覚がいつもあるんでしょうね、うん、私も風くんみたいに誰かがいい気分になるような本当の自分を思い出すような歌を歌いたい。私も暗く長いトンネルを通ってきたからこそ伝えられる気がします。大好きなにじこさんにパチパチしてもらったら後戻りはできません、よろしくお願いします、ということなんですね。はい、新たな扉を開いたみちさん、お誕生日おめでとうございます。11月28日ねえ、いやー、分かってよかったですね、認められてよかったですね。私は歌いたい、ぜひ歌ってくださいね。魂でもうね、内なる神で堂々と歌ってくださいね。そしてその歌がきっと誰かにね、響いて誰かのがちょっとでもいい気分になるような、そんな歌がきっと歌えると思いますね。どんどん楽しんでいってください。おめでとうございます。はい、それから ST さん、12月2日私の誕生日です。実は最近学生時代とても仲の良かったお友達が小さな子供を残して5年ほどの闘病の末亡くなったこともあり、自分の誕生日をお祝いしていただく気分ではなかったのですが、気持ちを切り替えるためにも、そして今自分が生きていることに改めて感謝するためにも、思い切ってコメントさせていただきました。お友達とは遠方&コロナ禍ということもあり、病気になってから結局会えずにいたのですが、たまに連絡を取り合うといつも前向きな言葉を残してくれました。きっと最後まで一生懸命生きたのだと思います。自分自身の寿命がどの程度か分かりませんが、だからこそ過去でも未来でもなく、今を一生懸命生きていかないといけないと改めて感じています。話がそれましたが、これからも軽やかに生きるヒントを与えてくださるにじこさんの配信を楽しみにしております。ありがとうございます。うん、そっか、ちょっとね、悲しい思いをされたんですね。うん、でも本当に起こること全てに意味があるっていうけども、それは受け入れがたいことだとは思うけども、でもやっぱりそのお友達の死というものが ST さんに何を教えてくれるのかっていうところですよね。ああ生かされてるんだって、ああね、生きてるってことはね、こんなにありがたいことなのかって、それで感謝するって、そういう気持ちもね芽生えたわけですよね。うん、本当に一生懸命ね、生きたっていう、もうそうなんですよ。なんていうかな、その時間じゃない、その長さじゃないっていうのを私も思うんですね。どれだけ濃く生きたか、それが本当に大事だと思って、長さじゃなくて日々を一生懸命っていうのは、なんていうのかな、一生懸命自分を満たすように生きるっていう、私は思ってるんですけど、自分に嘘つかずね、本音でちゃんと自分を生きる、それが一日でも多くできたらいいなみたいな感じに私は思ってるんですけどね。本当にいろいろね思うことあったと思います、 ST さん。うん、そして今を一生懸命生きていかないとって感じたって、これもグレース、恵みですね、そのお友達からのね。はいね、お誕生日ちゃんとお祝いしてあげてください、ご自身の。うんね、12月2日 ST さんお誕生日おめでとうございますね。お友達もきっとね喜んでると思います。ST さんが元気に笑って生き生きとしていることがお友達にとっても嬉しいことなんでね。うんね、本当に日々をね、今を今日を一生懸命生きる、自分に嘘をつかずね、
本当の自分で生きるって、そういう風にねしていったら、もう人生どん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 本当に彩りがある人生がどんどん開いていくんでね、はいね、応援してます。はい、おめでとうございます。はい、ということでね、なんかちょっと私も今日はね、いろいろ考えちゃいました。自分のね、なんかありがたさっていうのを、なんかもう改めてね、なんか行きたくても申し込みすらできない人がいるっていうね、そこをね改めて感じて、それはまあ日本にもいらっしゃると思うんですけどね、うん、もうみんながね行きたいと思う人がみんな来てくれたらって、だからズッツさんはどれだけそれを持ってるかなってね、改めてね、なんか勝手にズッツさん視点になって、ああもう歯がゆい思いをされてるんじゃないかしらとかね、いろいろ思ってね、うん、まあ、とにかく本当に一人でも多くの方が風さんに会えるようになったらいいですよね。はい、ということで今日もありがとうございました。ではまた。